勝てると思ってなかったので本当に嬉しいです。最初からずっと思い切り攻めていって最後まで攻め切ることができたのが良かったです。まあ卓球は年齢は関係ないと思っているので、本当に銅メダルのオリンピック銅メダリストに勝ってただただ嬉しいです。